はい、おはようございます。原田農園です。今日は10月の30日月曜日です。ちょっとここ2日間ですね、風で調子悪くてですね、動画をちょっと作れなかったんですが、また今日からですねだいぶ復活してきたんで、頑張って動画作っていきたいと思います。今日もですね、相変わらず白ネギと白菜ですね、こちらを出荷していきたいと思います。あと、玉ねぎの苗が、出荷できそうなので、ちょっとずつですね、掘ってですね、束ねて、出荷していきたいと思います。それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今日もですね JA の隣の農家っていうところに、アイスプラントとあと、白ネギですね、白菜もどんどん出荷していきます。はい、これぐらいの太さになりました。もうですね長さは、だいぶ長いのでこちらを収穫してですね100本で束ねて出荷していきたいと思います。はい、今ですね100度ずつの束にしました。これで300ですね。はい、徐々に取っていきたいと思います。辺りは真っ暗ですが白菜の収穫中です。